よし OK、かなうん OK みなさんこんばんは皆さんお元気そうでピカリッと <laughs> ピカそうピカピカになっちゃってたからねそうそうピカピカそうなんです ということで、もうもう少しで舞台本番も近づいてきております。そうね、今日が7日、7日で10日から舞台の初日が始まるので楽しみですね。 おこんばんは。今週末大阪に行きます。あやった。ありがとうございます。頑張ってね。頑張ります。あなんとこちら舞台がなんと配信決定いたしましたー。はーい、ということで。ね、配信もはい。あるということなので、舞台見に行きたいけど。 ちょっとあのご都合があっていけないよという方々、はいぜひぜひあの配信などでもペルソナの世界観を皆様に楽しんでいただけたらなと思います。そうね配信もあるのが嬉しい。やった。こんばんは配信おめでとうやったありがとうございます。 ね、配信があるのはとても、ね、ありがたいですね。ということなんですけれども、ね、今日で、ね、も本当に、ね、こんな時間に、ね、皆様本当に明日も、ね、お忙しい方が、ね、大勢いらっしゃると思うのであの今日はねあの告知の,あの告知のですね配信をさせていただこうかなと思っておりましてですねまずはちょっと。 まずはですね12月25日に初めてのリアルイベントが開催されますやったー,わーいそうなんです初めてですねでもねイベントは配信配信イベントはね何回かやらせてはいただいたんですけれどもイエーイわ <laughs> ーいありがとうございますそう そうなんです皆様がなんと皆様と同じ空間で、ね、イベントができるということでねそういうのが、ね、初めてなので、ね、とても緊張しているんですけれども、ね、楽しんだものがちということなので、ね、皆様と楽しくて幸せな、ね、時間を過ごしたらいいなと思います。 ね、決定しましたねやったーはいということで、ね、菅原莉子クリスマスファンミーティングなのですがこちらホールミクサーホールミクサーホールミクサーで一部が私のお誕生日会で会場がですね会場が14時そして開演が14時半となっております。 おチケット買いましたありがとうございますそしてですねこちら第2部第2部がクリスマスマ会私とクリスマス会で18時が会場18時半が開園となっておりますねどちらもねどうなるのか私も楽しみです そうなんですでそして今日から今日から一般チケットの方がですね販売開始となっておりますので、ね、たぜひぜひこの機会に、ね、たくさんの皆様とね、素敵な楽しい一日が過ごすことができたらいいなと思っております。本当にそそそうそうそう,そうなんですで、す今日の 今日の？勇者の歌声の配信が最後となります。フィナーレですね。そうなんです。フィナーレを迎えるということで。で、そちらの方もね。あのアーカイブがね。また上がると思うのでそうですね。あのリアルタイムで見られる方はリアルタイムではい。 ですがやっぱりもう,もう私僕はもう眠たいわー眠たいよーという方は本当にもう寝ていただいてあのはいもうねお休みしていただいてアーカイブの方ではい見ていただけたらなと思いますもうリタ痩せたねだってやったでもねそうまだねここのほっぺのここ そうここにね私お肉がつきやすくてそうほっぺのここらへんにそう笑うとねここはもうボーンってなっちゃうのよねそうなのでちょっとここのねお肉が落ちるまで痩せたいと思います頑張ります あ、かなり痩せたと思うなって、えー、嬉しいあリッタは大人の顔になったねって嬉しいです、ありがとうございますえ、リッタ痩せなくても <laughs> 痩せます、頑張るぞ頑張るぞそうですね、もう美顔ローラーでもうゴリ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 って,やって <laughs> そうね,ねそう笑うとねボーンとそうそうなんかで、ね、ももうすごいことになっちゃうんですよねそうあえプロテイン効果 えー、プロテイン効果なのかなプロテインかねえプロテインはね毎日飲むに限りますねやっぱり筋肉をつけるためにも体力をつけるためにもそうやっぱりプロテインは必要ですうん 髪の毛たそう髪の毛結構伸びました。そうじゃらーんこんな感じでもうね結構伸びましたね。おお話し会ぶりーってお話し会ぶりーありがとうございました本当にねお話し会でもたくさんの方々と。 ね、お話できてとっても楽したたですありがとうございました数年前までは子供っぽかったのにすっかり大人だねってでも本当にね大人になるんだなって大人になるんだなってなん,かなんかしみじみないしみじみでもないんですけれどそうねなんか。 ね、思っちゃいますねうんうんあちょっとお水飲みますねあの皆さんもなんかねあの何か飲んでください全然全然ねちょっとあいい匂いこれあのマスカットマスカットの,のイロハスさんから出てるお水でマスカット味そうマスカット味の があって初めてちょっと買ってみたんです。そうなんですよ。なのでちょっと。うん。うん。うん。いいですね。美味しい。今日初めての水分補給です。<laughs> そう今日初めての水分補給えーマスカット美味しいですね美味しいまた買いますえー、水分ちゃんと取らないと思って <laughs> そう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 初めて今日初めての水分補給なんですよこれが <laughs> それから、染みますね。うん。うーん、美味しい。お水幸せ。大阪で何か食べましたか?。食べてないです。うん。食べてないです。食べたい。お好み焼きとか。 ねたこ焼きとかいろんなの食べたい声が出ないいろんなの食べたいほ本当にりたんいつも何食べてるりこうーんお野菜とお野菜とお肉と卵とプロテインとあとはビタミンの飲み物 とあとはあとはお菓子 <laughs> ですねほらほら笑うとほら,ら,ら見てほら笑うとここがボッここってなるのそうこれがいらないのよねこれがそうだからこれこれこれ,これちょっと落とさないとそういろいろそうちゃんととってますよ むきりこ、むきりこ、ねちょっとしあさっての本番しあさっての本番にはちょっとほっぺたもちょっともっとすっきりとしているようにビガンローラーでぐりぐり削りたいと思います <laughs> 頑張りますあとはいっぱい動いて動いて 舞台の準備はバッチリ、バッチリ。あとは皆様にペルソナの世界を楽しんでいただけることが。うんうん。 ゴールです。よし、頑張るぞ。もう初日から行くやで。だってお待ちしています。お気をつけて来てください。ね、本当にね今日もね雨降りでね皆様ね足元がねちょっと悪かったと思うんですけれどもね明日ってはまだねどうなるかわからないんですけれどもね本当に晴れていてもねお足元にはお気をつけて。 あと体調、体調にも気をつけて、ね、来ていただけたらなと思います。おお、チャリで行くやで、だって、おお、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、嬉しい、リタ。 ああ横浜でもお待ちしてまーす、うん、おアニメを見ていたら舞台「ペルソナ」の CM 流れましたおっやったーありがとうございます口紅の色が可愛いあ 本当ですか、ちょっとそう抑え気味の色で。今日はナチュラルです。アニメ面白かったね、面白いですよね、ペルソナファイブの。ね、ペルソナのアニメは面白いです。ね。いいですね。 筋肉痛は大丈夫ですか大丈夫ですもうね、あのプロテイン飲みながらお稽古をを、あの、し始めたら大丈夫になりました目に疲れが出やすいから早く寝ましょうあそうですね、今日皆さん え、ね、皆さんも本当に疲れをとって疲れをとってくださいね本当にりったんゆびが赤いあそう私基本そうなんですなんかそうそうなの指が赤いんです指先指先かなそう指先赤いんです私そう ペンくそうペンダコがねまだ残ってるのどうしようペンダコさんそうペンダコさんがここにいますやだーなんでーもうねほらペンダコさんがいますうん結構がいいんですねそうそうなのかなでもね 私貧血持ちなんです <laughs> あでも今今ちゃんとでも、ね、あ氷をねあの食べなくなったからかもしれないですそう氷食べてる時は本当にもう極度の本当にもに強い貧血持ちでだったんですけれども今はもう全然大丈夫です プロテイン効果ああプロテイン効果もあるのかなうんそう氷をねもうボリボリそのままねそう食べちゃう癖がずっと前にあってそうなんです うん鉄分もそうね鉄分も取らないとでもそのね割合が難しくてそうそうなのよね難しい水分はもっととった方がいいそうね水分は大事本当に。 本当に大事水分ね水分は大事です困ったら野菜ジュースで野菜ジュースありますちょっとはいなので毎日ねお野菜もとって野菜ジュースもとってビタミンもとって頑張りたいと思いますアーモンド食べよう アーモンドもあるんですナッツナッツをそう最近なんか食べ始めようかなと思っていてそれでちゃんと今カバンの中にありますグミってコラーゲンもそうねグミ,コラグミコラーゲンは最高です。 大阪で何食べますかうーん何食べようかなでもね粉物は絶対に食べたいなって思ってますうーんねえやっぱりねえ食べたいよねうーん食べたいなうーん。 串カツとかおお、豚まん食べようお、豚まんね、おーいいですね、おう、うん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 。 わなわなかわなかのたこ焼きわなわなかのたこ焼きえー、たこ焼き食べたいうんー全部もう全部巡りたいですね全部のお店を巡りたいほんとにの端から端までのねそういろんなお店を巡りたいなあとは神社とかね そうお願いできる <coughs> そうねグリコの看板にもまた会いたいなああっ たこ焼きでお口の中やけど注意。そうね。お口の中のやけどは注意して食べたいと思います。ね、えでも食べれるかな。絶対食べたい。本当に絶対食べたいな。食べたいなたこ焼き。ねえたこ焼きもお腹空いて。 お,ね、お腹すきましたよねわかります同じですお腹すいてきちゃったどうしようどうしようそうさあのさっきあのもう食べたくなっちゃってあのちょっとコンビニであのサーティワンアイス買ってきちゃ そでもでもたもうなんか時間を見てびっくりしたので今日頑張って食べないですそう <laughs> そうもうそうもう買っちゃったよねどうしようさすがに <laughs> そうそうなんです そうコンビニで売っていたのでちょっとあこれは買わなきゃって思っても <laughs> 買っちゃいました <laughs> 買っちゃいましたほんとそうもちろんミント あのですね、ミント味がなくてポッピングシャワーとあともう一つあのあのなんかピンク色のピンクうんちょっとピンク色でちょっと紫がかってるあの何だろう何かなんか新商品新商品なのかなそう。で。 もうそれをもう買っちゃいましたああ、ありがとうございます溶けないうちに食べてねってそうね溶けないうちに食べますちゃんと

よいしょ。あ、固定されました。よし、オッケーかな。ね、本当に、わ、もう。日を越しますよ、皆さん、どうしよう。じゃあ、十二時まで配信しようかな。ね、あともう、あともう数秒しかないのですが。ね、皆様。ね、今日は。 楽ししいい時間をありがとうございましたそしてそして年25日に初めての私のリアルイベントが開催されますのではい皆様ぜひぜひ一緒に楽しくて楽しくて幸せな一日を過ごしたらいいなと思います10日から始まる舞台「ペルソナ o n a 5ザステージ a パート3の「 でもお待ちしております皆さんありがとうございましたバイバイありがとうございましたバイバイおやすみなさいいい夢見てくださいねバイバイおやすみなさいありがとう夜遅くにすみません 感謝ですありがとうございますありがとうたくさんのギフトもありがとうございましたバイバーイいい夢見てね